ちょっと皆さんこんばんは、野球YouTuberのもこです。ミラです、よろしくお願いします。はい、実はですね、今日皆様に重大発表があります。これも本当に重大ですよね。はい、もうめちゃめちゃ重大発表なんですけどね、ゆらちゃんね、はい、ゆらちゃんちょっと今日アシスタントで来てくれてるんですけど、はい、大阪まで大阪までそうなんですよ。2月の2日から、まあ、8日まで約1週間ですね、あの横浜のムービル、横浜ムービルというね、もうすごい有名な老舗あの映画館で、なんとね、野球 YouTuber ゆうや公開することが決まりました。え、何個目？一発目が長野、うん、長野から入って、で、愛知、うん、刈谷、で、福岡からの、ついに関東圏内ということで、へー、東京圏内ですよね、これね。はい、そうです。はい、ついに。東京圏内な。こんにちは。こんにちは。反対、ファンサしのファンサ。はい。で、なんとですね、2月の3日と4日、これ土日なんですけど、はい、僕らその舞台挨拶をさせていただきます。ペケロちゃんも？ゆらちゃんも当日来ます。あ、なるほどね。映画を見に来ます。はい。で、なんかいろいろね、来てくれるんですよね。はい。スペシャルゲストがいるって言ってましたけど、はい、でと横浜ムービル大体ですね、500名席なんで、結構広いね。これ埋めないとちょっとあれです、僕らもう終わります。藤井も来てくれるし、もう向こう詰めもたくさん来てくれますよね、はい、で映画が大体今時間はまだ確定してないんですけど、はい、17時から18時の時間帯であります。約は1時間45分ぐらい公演ですね。でその後基本的に舞台挨拶で20分ぐらいなんですけど、だから1時間抑えさせてもらって、ゲストのね、元プロ野球選手ですとか、向こう図女子メンバー、向こう図メンバーですとか、うん、あとは、どうも、あともうすごいゲストの方々に来ていただいて、壇上に上がっていただいて、まあちょっといろいろ感想も聞いたりとか、そして一個ね、今までと違うのが、オークションを行います。オークション意味わかる？オークションって、ゆろちゃん。さすが高校生。実際に映画で使われた、まあ、バットですとかユニフォームですとか、あとは、まあ、ゆらちゃんの私物とか、あともしかしたら名中も来てくれるということなんでね、名中のなんか打撃手袋とかなんかいろいろオークション形式でね、やりたいと思ってますので、なんかすごいこう草野球人がもう一堂に会する場所、草野球人というか、まあ、野球少年ですとか、まあ、そういう子たちがちょっと集まる場所に、2日間できたらと思いますので、今回特別に先着1000名様に、はい、オリジナルポスター、はい、ポストカード、あ、ポストカード、はい、もらえるみたいですね。あ、じゃあ1000名の方々先着ということなんでね、はい、であとその劇場が、映画が終わりまして、でその1時間ぐらいのイベントが終わった後にサイン会とかね、はい、もう検証絵になるぐらい書かせていただきますので、はい、ゆらちゃんももしかしたら書くかもしれないね、書きましょう。サイン考えといて。考えて。そうそうそう。映画の出演してくれた俳優陣の方ですとか、はい、その方々とか、僕とかもう手にタコができるぐらいを書きますので、ぜひ2月の3日と4日、ここ来てください皆さん。お願いします。マジでお願いします。ついに念願のも関東圏内、東京圏内なんで、横浜駅ね、ムービルってこう調べていただければ概要欄に貼っておきますので、すごく有名な老舗映画館なので。500名、1000名埋めないと僕たちは終わります。道頓堀に飛び込むレベル。今行ってな現地だったよ、現地、はいはい、これ本当に皆さん心の底からね、ちょっとゆらちゃんからも、はい、お願いします。お願いします。ゆらちゃんのシンプルシンプルすぎる今の。ゆらちゃんの友達もいろんな高校球児とかもね、呼んでもらって、待ってます。ユートとかもなんかいっぱいなんか友達引き連れてくるらしいんで、少年少女老若男女、ぜひ2月2日から8日まで、で僕らが行くのは3日4日なんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。野球 YouTuber ゆうや、よろしく